どうも。 阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが10月17日の火曜日なんですけれども、今回の動画は明日から始まる CS ファイナルステージ、その中で岡田監督が決断する CS31 人の登録予想です。このクライマックスシリーズに関してはシーズン同様31人の選手登録になりますが、その中でまたシーズンとは違った入れ替え発生するんじゃないかなということで、ピッチャー、キャッチャー、内野、外野、合計31人、個人的に 予想をお話していきまますよかったら是非とも最後までご覧いいただけると嬉しでですでは、早速お話をしていきますが、今回ご紹介していくのは、明日から始まる CS ファイナル31人の登録予想です。さあ、明日18日からタイガースはクライマックスファイナルステージ、カープと戦います。まあ、タイガースは一つのアドバンテージがあるということで、6試合のうち3勝すれば、まあ、タイガースが CS 突破、日本シリーズに勝ち上がるという形になります。まあ、タイガースが最後に CS ファイナル突破したのが2014年ですね。で、その時タイガースを率いて いいいいいたたたののはは現在2軍で指揮ををっってててる和田監督和田田監監督督にに関しししここうう CS CS、まあ、お祭り男男とと言まますかが、まあ、が大事なんだよ話さあ、この CS ファイナル、どんな選手がぐっとね、盛り上げてくれるのか、ファンとしても注目ですが、今回は CS 登録31人の予想です。で、まずはピッチャーで、その中で先発ね、えー、見ていきたいなと思いますけれども、まあ、やっぱり我々タイガースファンからすれば、できれば3連勝で決めてほしい。まあ、そういう思いはありますけれども、これからの戦いがもつれるということになれば、第6戦 まで行くことになりますとなれば一旦ね先発ピッチャー6枚必要と仮定してまあ、今回の動画でお話をしていきますがそうなると6投手村上投手伊藤雅史投手大竹投手西雄貴投手佐伯投手青木投手この6人になるかなとでその中ですでにほぼ順番を確定していて明日予告先発出ていますが第1戦は村上投手2戦目は伊藤雅史投手で3戦目は大竹投手になりそうですまあ、特にこの3投手に関しては優勝マジック12が点灯していて8ゲーム差本拠地で迎えた9月8日からの直接対決カープ戦 この3投手で3連勝まあそれぞれのピッチャーが2桁勝利を達成したっていうねまさに伝説の3連戦でしたがまあシーズンでもこの3投手まあ合計 VS カープ戦は10勝1敗まさに無双でこれはシーズン開幕時の登録方法に遡りますがまず岡田監督開幕3連戦の3投手は登録してるんですねで4戦目以降からそれぞれのピッチャーを再度登録し直したまあこういう形がありますけれどもまあ今回は CS ですからまず少なくとも2桁勝利トリオはすぐに登録されるかなということでまあ今シーズン安定感抜群の 先発陣一体どういうい投球を見せてくれるのかで、続いて中継ぎ枠の登録予想ですが、この点に関しては先日、別途動画でご紹介させていただきました。岡田監督はフェニックスリーグ、まあ、野手陣の調整はそうですけれども、中継ぎの人数絞っていかなあかんと。まあ大体10人から12人ぐらいいる中で、中継ぎ枠は8人。岡田監督はこのように明言していました。で、その中で一体最終的にどんな登録になりそうなのかというところ、岩崎投手、岩沢投手、及川投手、島本投手、桐り敷投手、石井投手、ブルワー投手、ビーズリー投 この8人で予想しま、す。まあ、やっぱり、この中継ぎ登録に関しては、一番意見分かれるところと言いますか、なんでこのピッチャーの名前ないのと、いやいや、この選手登録されるでしょう。様々な意見があると思いますんで、よかったらねえ、皆さんの予想、コメント欄で教えていただけると嬉しいですが、まず大前提として、VS カープ戦、岡田監督が重視しているのが左バッター封じ。まあ、やっぱりカープの主力野手見ても、左バッターがメインなんですよね。となってくると、今シーズン、まあ、岡田監督は基本的に、左バッターに対しては左ピッチャー投入してましたから、必然的に左ピッチャーの 登録枚数が多くなるで、すののででで今回中中継8人の中で5人5ね左ピッチャーを予想しましまたでそれを逆に捉えると、右ピッチャーの絞り込み、これが重要になるわけなんですが、今回、石井投手、ブルワー投手、で、ビーズリー投手で予想しました。まあ、前回の動画では、岡留投手のねえ、名前を挙げさせていただきましたが、まあ、岡田監督の様々なコメント聞いてると、中継枠8枚、で、ロング枠のビーズリー投手も含めての8人かなということで、今回は一旦 CS 全体の登録予想ということで、ビーズリー投手の名前を入れさせていただきました。まあこの ビーズリー投手に関しては、いわゆるロング枠まあ、先発ピッチャーが投げた後まあ、複数イニングね。まあ、行ってほしいという時にまあ、ビーズリー投手を起用するというところが濃厚なんで、なかなか1試合投げてすぐリカバリーっていうのも難しい部分があると思うんで、まあ、となるとビーズリー投手が投げた後、他の中継ピッチャーを登録するで、その中で右ピッチャー岡留め投手鍛冶屋投手ババ投手この3人あたりからですかね。vs カープ戦の成績を見たりまあ、様々な要素から新たな入れ替えがあるんじゃないかなということで、今回中継投手合計8人予想させていただきました。さあでは。 野手の登録予想をいきますが、まずはキャッチャー合計三人ですね。坂本選手、坂井田選手、長坂選手、この三人です。まあ、特にこのキャッチャーに関しては、まあ、梅野選手の離脱があった後、まあ、基本的には坂本選手がマスクを被ってきました。で今回の cs ファイナルも、おそらく坂本選手が軸になる。マ、まあ、スタメンマスクは坂本選手になるでしょう。まあ、坂本選手はクライマックスシリーズ。2022年に経験しています。去年行われたベイスターズとのファーストステージ、でスワローズとのファイナルステージ。どちらも初戦にスタメン出場しています。去年は三位で開き直って。 という感じでいけたんで、あんまり深く考えすぎず。というか、今年は待ってる形でも待ってて。受けたらやられると思うんで、こっからは攻めていくと。このように強気なコメント。今シーズンのタイガースチーム防御率は2.6。6まさに最強の投手陣ですが、そのピッチャー陣を引っ張ってくれた。梅野選手、坂本選手の力というのはめちゃくちゃ大きい。いまあ、個人的に守備のね。要として、まあ、坂本選手はキーマンになるかなという風うに考えています。先発は大きく人も変わらず行ってくれて、リリーフも入れ。替わりがありながら、マウンドに上がった。ピッチャーが1人ずつ仕事をしてくれた。誰がマウンドに上が。 も1一つでもアウトを取る。短期決戦はそういう部分がより増える強みをしっかり活かせるようにと、このようにコメント。まあ、現状梅の選手がリハビリ中まあ、少なくとも cs での登録は難しいでしょう。となってくると、坂本選手にかかる重圧と言いますか？まあ、本当にプレッシャー計り知れないものがあると思います。ですが、坂本選手であれば乗り越えてくれるまあ、最強ピッチャー陣引っ張ってくれるまあ。そういう信頼感というのは間違いなくファンの中でありますから。まあ、基本軸は坂本選手で。あとは控えのキャッチャーですけれどもま境、あ、田選手がね。結構フェニックスリーグでバッティングの調子が良かったり、もし。 での戦いの中坂本選手に何かあれば坂田選手や長坂選手がマスクをかぶるこの流れは必然になってきますからでその中で坂田選手がバットで結果出してくれたりというのはファンとしても頼もしい部分あるんでなかなか精神的にも一人で戦い抜くというのは難しい部分あると思いますんでまキャッチャー3人力を合わせてこの CS ファイナル乗り越えてほしいなというふうに思いますでは続いて内野手の登録予想ですが合計10人ですね 木な選手、大山選手、熊谷選手、佐藤選手、渡辺選手、糸原選手、小畑選手、中野選手、上田選手、原口選手、この10人。さあ、やっぱり内野の数は全体的に増えてきますが、ま、今シーズンのタイガースは皆さんご存知の通り、スタメンはほとんど完全固定。で、それは CS でも変わらないでしょう。143試合すべてファースト。で、4番で出場した大山選手は、フェニックスリーグでもホームラン打って、最終調整終了。ま、特に大山選手はクライマックスシリーズ、通算17試合で、打率が3割3分3厘、ホームラン2本7打点。 で、ファイナルステージに限れば、6試合で打率4割2分9厘ということで、短期決戦で勝負強さを発揮しています。で、中野選手に関しても皆さんご存知の通り、今シーズンセカンドでフルインニング出場いや、ものすごい体力だなぁと改めて感じますけれども、今シーズン中野選手は164ダ打を放って、最多安打のタイトルを獲得しましたが、今シーズン中野選手は164ダ打を放ち、最多安打のタイトルを獲得しましたが、カープ戦ではカード別最多の36安打、並びに最高打率の3割5分3厘をマーク。このように広島キラーという数 残ってるのは頼もしいで、サードの佐藤選手に関してもまあ一度ね。2軍調整期間ありましたが、まあしっかり1軍に戻ってきてくれていい数字を残してくれました。で、この佐藤選手もフェニックスリーグ逆方向にホームラン打って調整終了で、佐藤選手もカープのエース級勝ち頭に対していい数字出してるんですよ。床田投手とは4。試合対戦し7。打数4。安打で打率5割並ぶ一輪ホームラン2本6。打点と大爆発で森下投手に対しても15。打数5ワンダ。安打ホームラン1本4。打点左右のカープの勝ち、頭相手にいい数字を残してるでショートで、ね。 おそらくスタメン起用濃厚な木浪選手もフェニックスリーグで最後に長打が出ている。おそらく内野はシーズン通りの布陣になると思いますが、それぞれの選手にフェニックスリーグで当たりが出てるというのは大きいです。で、内野手の登録で言うと、シーズン最後に登録されていなかった上田選手、ここは登録されるんじゃないかなと思いますね。というのも和田に軍監督がフェニックスリーグ始まる前、守備と足は仕上がってる。あとはフェニックスで実際に見てもらってと、まあ、こういうコメントを出していたんですが、その中で上田選手、守備と足はもちろんのこと、バッティングでもしっかり結果を出したということで、この上田選手、 であったり熊谷選手ここぞのダイソーでね、まあ、起用される選手の活躍というのもこの短期決戦重要になるんじゃないかなということで内野手は合計10人予想させていただきましたでラスト外野枠の予想ですが合計5選手森下選手近本選手ノイジー選手三重瀬選手小野寺選手この5人ですでやっぱり外野の中ではもちろんマ、まあ、スタメン全体見ていて打のキーマンになりそうなのが個人的に森下選手なんですね 自分が何番打つかはわからないですけど、打たないと打線は回らないと思ってるんで打っていきたいなと思います。と、このようにコメント。まあ、今シーズン、森下選手カープ戦は打率三割二分八厘で十四打点。ops は九三三。これ対セリーグでナンバーワンの数字で、先ほどご紹介した佐藤選手と同じ。いや、それ以上ですかね。cs でも先発が予想されているピッチャーから、森下選手ことごとく打ってるんですよというのも第一戦目。明日ね。先発予定の栗投手からは五打数三眼打れ、打率六割で二戦目予定されている大瀬良投手からも五打数三眼打れ。 6割なおかつ2ホーマーでさらに徳田投手からもホームラン打ってて、森下投手からはさよならタイムリーですから、改めて大物打ちと言いますか、カープの先発ピッチャーをことごとく打っている。シーズン中盤から終盤にかけ、カープの先発ピッチャーたちにいいプレッシャー与えられたんじゃないかなということで、もうピッチャーも野手もシーズン通り、まあ、いわゆる普通の戦いをね、まあ、してほしいなというところなんですが、その中で、まあ、これまでシーズンずーっと登録されていた島田選手、これもしかしたらメンバー外れるんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、というのも、先ほど内野のところでね、上田選 また新たた新新ななな上田選手手を登録するるのでであれば野で新たな入れば野入替えが必要になるでその時に、まあ、候補になりそうなのが島田選手なのかなと。まあ、というのも昨日のフェニックスリーグ、まあ、青柳投手が先発していて、坂井田選手もマスクをかぶっていた。ですので昨日の段階で島田選手が宮崎にいる、まあ、フェニックスリーグの試合に出てるというのは、まあ、そこまで疑問視していなかったんですが、本日17日、CS 登録されるであろう選手たちの名前がない中、島田選手はフェニックスリーグでスタメン出場。となってくるとシーズンフルで1軍登録されていた島田 選手がここで一旦ねま CS 枠外れる形になるのかなということでま島田選手からすればこの短期決戦メンバー外れる悔しさというのはね間違いなくあると思いますがセパともに CS ファーストステージの戦い見ても本当に総力戦でも明らかに雰囲気がねちょっとシーズンとは違うんでその中で甲子園でできるタイガース血乗り活かしながらねファンとしても全力応援なんとか日本シリーズの切符をね掴んでほしいなということでさあ明日から一体どういう戦い待ってるか注目していきたいなと思いますはいということで今回の動画では明日から始め まるクライマックスシリーズファイナルステージ一体どの選手が登録されそうなのかこの点についてお話をされていただきましたまあ、新たな入れ替えで言うとまあ、上田選手の登録ぐらいですかねでピッチャーで言うと中継ぎ運用まあ、CS の中でねまあ、それぞれのピッチャーやりくりするその可能性というのも十分にありますがさあついに明日から世界最終決戦始まりますファンとしても楽しみながら全力で応援していきましょうね皆さんは CS 登録31人どのように考えますでしょうか よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者48,900人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。 次は目指せ、チャンネル登録者4万9000人ということで、今後とも阪神情報客、なりとぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。さあ、ついに明日から CS ファイナル始まります。一体どういう流れが待ってるか、引き続き注目していきましょう。ではまた。